ISTJ さんお待たせしました。 ISTJ さんは外向思考を伴った内向感覚タイプです。ESTJ さんは内向感覚を伴った外向思考タイプ、うん、物事の性格を期し、決められたやり方で確実に物事をこなそうとし、具体的な詳細に対して慎重であろうとする。組織の中や帰属する集団の中で仕事の進め方を改善することに喜びを見出しやすく、好調な時も不調な時も組織に忠実であろうとすると。危ないよ。何がですか？何か反応した。組織はいつも君を守ってくれるとは限らないよって思いますよね、うん、思いますけど、だからじゃないですか、先に切られるのはあいつらみたいな忠義を、まあ、みんなで僕の同じ気持ちでみんなで守れば、はいはい、組織は強くなってより大きくなるよねっていう、うん、なるほど。でも君一番になりたくないって思いません、うん、一番になりたいとは思わないです。楽したいです。一番になるのって大変じゃないですか。大変ですか？一番になるのは大変ですよ。でも社長って一番じゃないですか？社長は一番じゃないですよ。社長は一番ですよ。まあ、会社の中では一番かもしれないですけど、はい、そういう意味では。でも大変じゃないですか？大変だと思います、はいはい、で要はこの ISTJ さんは感覚、うん、思考、感情、直感機能です、うん、思考の序列が、うん、という ISTJ さんの組織への貢献の仕方は、うん、着実に計画通りに物事をこなす、うん、細かいことの管理ができる、適切な時と場所を考えて行動する、責任感を持って物事をやり遂げることに関しては他者の信頼を裏切らないように努力する、組織の体制に適応できるとありますね、うん、いいんです、 いいんです、はい、組織には絶対に必要な人です、うんうん、でもなんかそれで苦しくなってないかいって、わかんないですけどね。組織のため、組織のため、うん、責任感や、うん、やり遂げるんや、うん、いやなんかうって、いや大きなお世話ですけどね。わかんないですけどね、そう思ってるかどうか。そっか、こうやって貢献したいと思ってるんですもんね。こうやって貢献するのがいいと思ってるんじゃないですか。得意ですしね、うん、なるほど。こんな ISTJ さんのリーダーシップスタイルは、経験や実用的な知識に基づいて決断を下す、信頼性、安定性および整合性を重視して仕事をする、伝統的な上下関係を重んじる、課題遂行において職場のルールを尊重する人間を評価する、直接的で現場に密着した組織のニーズに着目する。はい、僕は一緒に働けますかね。働けるんじゃないですか。僕まあまああれですよ、うん、何ですか？ルールとか、はい、重視しないですし、でも言いたいこと言いますしで気に食わんと辞めるって言いますし、はい、やっぱり辞めないって言いますし、うん、でもそういうのを組んでくれるって話ですよね。ああ、うん、必要。はい、はい、あんまきつく言わない人たちじゃないですか、この人たち。まあ組織ってそういうもんですもんね、うん、いろんな人がいる、いろんな人がいて、あの人こういうのが苦手だからあの人に任せようみたいな。ありがとう、いつもありがとう、はい。そんな ISTJ さんのラーニングスタイルは、結果や成果が明確である具体的なことを学ぶと、今有効であると思われる実用的な応用方法を学ぶことを好むとありますね、うん、でこの ISTJ さんの課題解決スタイルは、すべてが明確な事実に基づき S、 論理的な枠組みで分析しながら解決しようとすると、より良い解決に導くためには人への影響を考慮したり、これが F、 今見えていること以外の可能性や物事の意味などを探索、これが N、 する必要があるよと、うん、っていう、この今気づいて恐縮なのが、より良い解決に導くためには、まあ、苦手な部分を使っていくんですけど、うん、このこういう人たちのラーニングスタイルって、うん、得意な部分とか、はい、好きな部分、うん、ばっかりなので、うん、たまにはなんかそのラーニングスタイルも変えると、うん、より良い解決に導くためのレベルが多少高まるかもしれないですね、うん、はい、まあ、って言いながら僕あの、まあ、どのタイプもです
ね、はい、ですし、はい、僕がどんだけ論理を磨く本を読んでも、はい、気をやっぱ忘れちゃうんですよね、うん、何か物事に当たるときって、まあ、その傾向ですからね、意識がそっちに向かないというか、何かやるときって、うんはい、という ISTJ さんの好む職場環境は、事実や結果に着目して現実的な対処ができ、確実に仕事をこなす人が求められる。長期的な保障が確保されている。安定したペースで仕事ができ、突発的なことがなく、締め切り、納期が守られる。決められた方法があり、それにとって行うことができる。課題を遂行することを重視し、決然とした態度で進められる。静かで整理整頓されている環境がある。一人で仕事ができる場所が確保されている。ルールとか決まり安定、うん、なんか、まあ、責任感とか義務感とかそういう感じじゃないですか。僕はそんなのはほどほどでいいよと思ってますっていうのは、今頑張あのたまには力抜いてもいいからねっていう、うん、でもそういう人が下にいると楽ですよ多分そう、僕も、はい、自分がそういう人間なんでそういう、そちら側の人間ってこと、ちょっと抜いちゃう方の人間なので。抜いちゃう方の人間ですよね、はい、そうするとこういう人たちがいると楽なわけじゃないですか。あ、カバーしてくれるからね。カバーしてくれる。締め切りいついつまでですよ、うん、もう今野さんこういうやり方ちゃんとやってください、うん、っていうのも、うん、学びですもんね。学びですし、まあ、回していくためには必要じゃないですか。いつも本当ありがとう僕が仕事振るじゃないですか、はい、お願いしてないところまでチェックして、うんうん、ここチェックしておきましたよって、うん、でいいじゃないですか。あ、うん、でそれがありがとうって、それが仕事した時にまあいいじゃないですかって書いてきたらなるほど、ね、はい、確かに、うん、いつもありがとう。そんな、考えられる弱みは、日常業務を優先して長期的なことを見過ごすことがある。人間関係の素晴らしさを無視してしまうことがある。自分のやり方や考え方に固執してしまうと、柔軟でなくなったり、新しいことを安易に拒絶することがある、うん、他者もすでに決まった方法を従うことを期待し、新しい方法や変えることを、奨励しないことがあると。長期的なことを見過ごす。人間関係の素晴らしさを無視する。自分のやり方に固執してしまう、うん、この辺が注意点ですと、うん、でこの人たちの成長のためのヒントとしては、現状認識だけでなく今後の成り行きや考えられる可能性にも目を向けようと、うん、感謝すべき人に対して気持ちや思いを明示することなど、人との関係を築くことに、もう少し配慮しようと。やり方や考え方がマンネリになるのを避けるため、斬新的な考えや物事を試みる。斬新的な考えって、うん、なかなか出ないと思うので、まあ、行動を変えてみると、うん、まあ意識するぐらいの感じじゃないですか。あ、新しいことにね、うん、ちょっと新しいことっていう意識ですね、うん、自分の常識や常識的なやり方を無視する人や、自分とは異なるコミュニケーションスタイルをする人に対して静観できるようになる、しようと。つい言いたくなるんですかね。言いたく、何をですか。いや、自分の常識的なやり方を無視する人や、はい、うん、自分とは異なるコミュニケーションスタイルな人に対して静観できるようにしましょうねと、うんうん、この人たちを静かに見守るようにしましょうって言ってるんですよ、うんうん、言いたくなるのかイライラするのかですよね。我慢してイライラしてるのかもしれないし、結局人は分かり合えない分かり合えないあものなので、はい、イライラしてもしょうがないですよって、うん、この人たちをおもんぱかって言ったつもりなんですけど、うんうん、言ってなかったらすいませんよくこういう発言が、うん、あの嫌われます、うん、まあみんなありますからね、はい、あると思います、はい。